はい、皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。非常にね、暖かくなってきまして、あのメダカのシーズンやってきましたねって感じです。ですね、今日はですね、メダカが今で、ね、ちょうど卵を産み始めて、卵を取ってですね、新しい容器で、張り子っていうんですかね、あの小さな稚魚が帰ってですね、これからどんどんメダカ増やしていくぞっていうね、季節になってきたんで、そんな時に非常にですね、これ見つけてね、これいいじゃないかって思ったのがね、一つありましてね、その商品をご紹介させていただきたいかなと思っております。はい、それがこちらです。じゃーん、カヤいわゆるですね、あの人間で言うとカヤですね。はい、これあの虫よけのカバーになるんですけど、これね、メダカの稚魚に一体なんでこれが必要なのかと言いますと、去年だか一昨年だかですね、あのメダカの稚魚水槽はですね、メダカの稚魚が小さいがゆえに、ボウフラをね、食べてくれないですよね。まあ当たり前ですね、ボウフラの方が大きいですからね、最初のうちは。あの、まあ、制御の水鉢の中では、あのメダカの餌をね、やりすぎて絶えず満腹感いっぱいっていう状態にしない限り、ボウフラが湧いてくる前にこうどんどんね、食べてくれちゃうんですよ。メダカが、蚊がね、やってきて水鉢の中にで卵を落として、あの孵化してですね、あのボウフラになった途端にメダカが、うわ、美味しそうなのが泳いでるってパクって食べちゃうんですよ。ですから、あの親のメダカがいるところ、そこそこ大きさのあるあの大きさのメダカのところには、あのボウフラが湧かないようになってますので、別に心配する必要はないんですけど、稚魚水槽ってね、あのこう親からやっぱ隔離して、稚魚だけの水槽にするわけじゃないですか。そうするとメダカがね、帰った時に、ボウフラもね、卵を産み、蚊が卵を産みつけて、ボウフラが湧いた時に食べてくれる人がいないわけですよ。で、数年前にはそのね、湧いてきたボウフラの部分をこう吸い出してですね、親メダカのところに入れてもらったらどうですかっていうことをね、ずっとやってたんですけどね。はい、ということで、そういうことをさせてもらってたんですけど、さすがにね、それじゃあね、取りきれないやつもあるかもしれないんで、今回はこのカヤをご紹介させていただきます。こちらがですね、このM と L があるんですけど、こちらの中サイズの、グリーンボックスの S、はい、こちらが、それこそすっぽり入るタイプ。はい、こうしておけば、蚊が入ってこないので、このね、水の中に卵を産みつけられる心配がないということでね、稚魚水槽でボウフラがね、帰ってしまうことがないということでね、非常に優れた商品です。はい、で、こちらにはあの L サイズもありまして、ちょっとね、組み立て方が非常に簡単なので、ちょっとやってみたいと思います。上にかぶせとくだけだと強風の時がね、あの飛んでしまう恐れがあるので、これがバンドなんですけど、これもしかして先に通しとくとか、そんなオチじゃないだろうね。マグネットタイプだった、よかったよかった。はい、これをここに通して、こっちも通してっていうことですね。これどうするんだろう、実際に設置するときはこうかな。これロングタイプだとこれでぴったりだよな。こうやってね、片側だけ止めておいて、でここに置いて、でここをもう一回止めるという感じでね。はい、これであんまりね、この高さ必要ない感じがしますよね。メダカの稚魚用だから、あの
まあ、これをなんかねもっと蓋的なやつがあってもいいかもしれないですね。あのこれを買わずとも、いやいやこれうちの商品だからちょっとこれはねこういうのどうかなって思うんですけど、まあ、あの蓋的な、ね、ネットみたいなのがあればいいんですけど、まあ、ちょっと手に入らない方なんかは、こういう市販のものもあるのでこれよかったら、であのビオトップ風にねこうちょっと高さのあるものをね入れたい時なんかにはね、そう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 、高さのあるものを入れたい時に使えますから、はい。だからねこういう風に使っていただいたら、ただちょっとまああの景観的には、ね、中が見えにくくなるんでちょっと難点かなっていう気はするんですけど、まあこの一長一短ありながらもね、あのメダカの、稚魚用のね、ボウフラー対策にはバッチリかなと思いますので、ぜひこれね稚魚が、生まれる前にもねご準備いただいた方がいいんじゃないかなと思いますので、今日はご紹介させていただきました。はい、それでは皆さんさよなら。この動画は水生植物専門の土着園芸がお送りしています。直売店とウェブショップもありますよ。動画の内容は水生植物ビオトープメダカ等週1で配信しています。皆さんのチャンネル登録待ってます。